バンモンリーダーピンクの娘美佐子こと鈴木美佐子です。寝起きの私の声が小さすぎたので致し方なくしばらくアフレコでお届けします。私が所属しているバンドじゃないもんマックス仲良しというポストアイドルグループの元は大昔に私が立ち上げました。そのバンモンの公式プロフィールでは私美佐子の年齢は永遠の13歳ということになっているのですが、実年齢は2020年の10月で35歳、つまりアラサー、もうすぐアラフォーということになります。そんな私がおばあちゃんになるまで元気にステージに立ち続けるべく、今回は1日かけてこのただのアラサーの姿からアラサーの姫に変化する様子を見せしたいと思います。それではどうぞ。まずは基礎化粧です。この日はこの後松役屋さんと美容院に行くため、まつげと眉毛と髪の毛という主に毛以外を家で整えていきます。朝起きたら洗顔をする方が多いと思いますが、ゾンビの方が私の小林はピチピチというくらいの乾燥肌の私は洗顔は夜だけ、寝起きは化粧水をつけてティッシュで軽く油分などを拭き取る程度にしています。このあまり店頭で見かけることがない化粧水スプレーの使い心地はなかなかにほどほどです。私の昨今のコロナ禍でのすっぴんはくすみしかないお肌と曇りしかないまなこで、心の荒れとともに大荒れに荒れていたのですが、これを撮っている翌日には久方ぶりのインターネットワンマンライブがあり、また前日が1日リハーサルだったため楽しくなっちゃってお肌はプルプルに、瞳にもハイライトが戻ってきていて、個人としては比較的マシなすっぴんからの変身というなんとも中途半端な変身動画となっています。次は美容液です。気になるところに指の腹で優しく塗ります。ほうれい線と目の周りにふわふわ。以上、基礎化粧の最後はクリームや乳液で顔の湿気を意地でも閉じ込めます。このように手のひらで温めてから塗るというのは、足立恵美さんの高級食材に塩を振る系の万人にはあんまり参考にはならないけれど、可愛さだけで世界を平和にするメイク動画で学びました。足立恵美さんのことは小学生の頃から大変リスペクトしています。これで基礎化粧はおしまい。それではいよいよメイクに移ります。こちらの下地はお試しでホワイトを使ってみたらよかったから、まあローズもきっとええやろって思って本体を買ったらちょっと違っちゃったんだ。美佐子のいらぬ冒険、鈴木美佐子には夢がある。でもこれのいいところはいろんな特殊機能もついている中、 SPF50+ PA++++ ながら日焼け止め特有の匂いがしないし、質感も完全に希少下地というところ。日焼け止め効果のある下地って割と日焼け止めっぽい独特な塗り心地や香りがあったりしますよね。鉄系かオス系か B のウニ系の匂い、もしくはそのハイブリッド、それがないだけで最高です。ここの頬の三角に下地をしっかりめに塗ると年齢肌には良きとしょうこびチャンネルさんでおっしゃってました。ちなみに下地で人気のポール&ジョーやアンブリオスは私にはあんまり合わんかった記憶があります。基礎化粧とベースメイクは自分の肌とか他のお気に入り化粧品に合うやつを探し続けて長い旅をしていた。あともっと参考になる動画をたくさん上げてらっしゃる他の美容系 YouTuber さんのこと、私そっちのけで見てみてください。そしてそれなりのお値段のものが気になっているならテスターは絶対やった方がいいと思います。お次はここでチークです。下地とお粉系のやつでサンドするイメージ、体感その方がふんわりと馴染むし落ちにくくなります。私は顔のカラーの統一感のためにまぶたや鼻先、顎にもうっすらと乗せていく。粉系のチークの場合はきちんとブラシに含ませてちょっとずつで、もちろんクリームチークでもいいですが、なんか私はパウダーのが好き。カラーのコンシーラーです。柔らかいコンシーラーでは何かを隠すというより、クマや鼻筋など影のあるところや明るくしたいところに光を差すイメージで、逆に硬いコンシーラーは気に入らないところブツブツって感じ。ただ硬いコンシーラーはよれやすいから、なるべくならどうしてもピンポイントで気になるところだけにつけて、その境目をなじませてください。記憶の中から辛い過去だけを消してくれるコンシーラーが欲しいですね。お次はファンデなどパウダー系のもろもろでコントゥアリングしながらベースを完成させていきます。川西美樹さんが使ってらしたマックの表参道店限定ハイライトをクマや鼻筋や顎に、渡辺直美さんも使ってらしたセフィーネをファンデをフラットにしたい場所に、そして影による立体感を出したいところにこちらのシェーディングを。下地同様肌質や肌色に馴染むものを選ぶとよきおぶよきだと思います。旅を楽しんで。ベース終了のお知らせ、いよいよポイントメイク。このパレットのマットなミドルカラー3色を雑に混ぜて、目頭以外上も下もまぶた全体に指でのせます。下まぶたは涙袋の影まで塗りまんじ、上まぶたは目尻側を少し濃いめにグラデーションっぽくしたらば、次はこのちょっとラメの入った色で二重のラインを濃くしていきます。さらにお次はこの白っぽいマットのやつと白っぽいキラキラのやつを混ぜたら、涙袋に重ねて目頭のくの字の部分にものせていきます。しまいにこの一番濃い色を細いブラシで下まつげを描くようにピッとやって、上も目尻に華やぎ感を意識しながらアイラインの下書き的な感じでピピッと。アイシャドウ終わり。アイラインは今回は上の目尻のみです。さっきアイシャドウで下書きしたところの上をキュッと跳ね上げて終了。リップはこの日はキャンメイクのこちらの2色。このリップの何が優れているかというと、 UV カット効果がついているところ。私はよく食べ歩くし、今はだいぶ薄くなりましたが、口周りにシミそばかすができやすいタイプで、リップだって UV カットしたい、でもめんどくさい、だからカラー付きでプチプロはありがたいってわけ。薄い色の方を唇全体に塗った後、濃い色の方を中心部分と犬口を意識しながら上唇の両端に乗せてなじませます。仕上げに鼻筋と上唇のてっぺんの M 字の部分にパール系のハイライトをつけたら、毛以外のメイク完成です。やっと終わった。ちゅうわけでこれからまつげつけてきます。
まなみさんにやってもらいました。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日はピンクパープルダークブラウン、ダークブラウンに混ぜてもらった感じで、いつも私のわがままを叶えてくださってありがとうございます。またよろしくお願いします。渋谷を歩くよ。ライオン丸だよ。確かに。ずっと英語だと思ってた。俺ぶつかるでこれ。ほら。ありがとうございます。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じっすか。もう見えてないけどね、これ。なんか。はい、というわけで帰宅。Now。ただいま。どう？やっていける？アイドルとしてやっていけるかな？まあ、ロバが馬ぐらいは変身できたんじゃないかなと思います。これね、果てしなく黒に近い紫っていうね、謎の要望でここまで綺麗に仕上げてくださって本当にありがたいですね。人は生かされて生きているのだよ。仕上げにね、きちんと、ゆっくり睡眠をとるというのがね、きちんと寝て、明日を迎えたいと思いますよ。めっちゃ切った毛ついてる。いい夢を。おやすみさこ。